みチャンネルです。今日は羽ばたく鳥を追っていきます。まみチャンネルでは簡単な手作りのご紹介や日々のあれこれをおしゃべりしています。チャンネル登録ぜひお願いいたします。最初は簡単です。一つまず折ります。折ります。もう一つ折ります。はい、そして開く方を下に向けてこのように立てて指を入れて三角になるように開きます。はい、反対側も同じように。で、上から見るとこのような感じになります。そしてこちらを一つにして、こちらをこの三角が三つになるように折ります。はい、そしたらまずは途中までそれぞれ折ってきます。はい、そしたらここもここが揃うようにしております。はい、そしたらこちらこのように親指を入れておいて、このようにペタッとなるように折ります。では反対側も同じようにします。なるようにします。そしたらここがなんとなくこうなってますから、こうなる感じに。はい、そしたらこちらの方が尻尾ですので、こちら側をこのようにちょっと開いて首が上になるように持ってきます。ここでくちばしが出るように一つ折ります。一度こういう風に向けて内側に折って外に出します。はい、こういう感じで顔を作ります。そうするとこの辺りを持って尾の方を引っ張るとこんな風にパタパタと羽が動きます。はい、子供に喜ばれるのでぜひ折ってみてください。では今日はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画まで失礼いたします。